上皇の前はあと一つの球を残すのみ。最後の創御球へと至る道の途中、春はある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。はあ、11番目の球の火も消えようとしている。もう時間がない。ここは僕に進ませてくれない。シュン、この先の総力を飛ばしてくれるのはゴールド様と僕の力でアルビオル先生を倒した男だ。その男のところへたどり着くのコスモを高めておきたいんだ。分かったことくん。だが無茶だけはするなよ。大丈夫だよ、セイヤ。もう少しで創御球。だが奴らは創御球のクロークとは別だ。12球最後の創御球を守るさ。その美しさ、88のセイントの中でも随一と言われる。天と地の狭間に輝き誇る美の聖者。そしてその美しさとは裏腹に最も恐るべき聖者。奴の前では聖者と敗北を喫するだろう。消えない。このネビュラチェーンでしばらくの間眠っておいてもらうよ。男らしく戦うってことか。そうさ、兄さんの言った男らしさとは決して最後まで諦めず勝ち抜くことだと思うんだ。だから僕はこんなところで負けるつもりはないよ。僕は最後まで男らしく戦うよ。聖夜たちも僕の攻撃まで辿り着いたもの。なぜこの私を倒すことは不可能。なぜなら創御球こそが奴らの墓場になる。
ここに用はないぜ。次に行こう。シュン、砲撃の火が、この一番受けないよ。残り自分の力でここまで来れたんだ。必ず操御球を追いついてゴールドセイントを倒せる。セイヤ、俺は戦力と優しすぎる上にセイントに向かない男だと思っていた。それが伝わっていたようだ。この10人級の戦いの中で俺の想像以上に大きく強く成長しているぜ。ありがとう、せいや。一気、シュンは格段に強くなってきてるぜ。おそらく俺たちはせいやに、なんだ、決して何もせずに道を明け渡すな。そこ、そしてアテナを守る兵の魂を奴らの体に刻め。ああ、分かっているさ。だが、俺は奴らに倒されることは恥じない。誰もが不可能と思っていた。ブロンズがゴールドセイントを倒すことをやってのけたのは、夜が明けた時、何かが起きたかもしれない。変わりゆく世界、お前らが作れよ。アンドロメダ主、ここまで来たらもう理由はわかるな。このアンドロメダのクロスは絶対に渡さないよ。奪い取ってやるさ。てブラックアンドロメダよ、以前の僕ならあなたのことは避けて、ドーン。今は違う、ドーン。強行ドーン。の元へ連れて行かなきゃ。まだドーン。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 道を通り、ただアンドロメダだ。ドーン。ドーン。まだ終わってないぞ。なんだ、お前は争いのことを避けて、今日はどうやら戦いたいってことだ。ならば俺たちも交通だ。そのクロスの威力を拝むことができるのだからな。一つだけ聞かせてくれ。天秤で生死の差があるようなものを助けようとした時、俺にはまるでお前が自らの身を犠牲にしてまで人を救おうとする旬の守護者アンドロメダにも似ていると思った。お前はある時自分の命を投げ出すつもりだったのか。せいや、確かに僕はあの時自分の命も投げ出す覚悟だった。人を倒すためではなく人の命を救うために燃やすコスモがあってもいいはず、そう思っていたんだ。さあ、最後の球、操御球は目の前だぜ。せいや、君に頼みたいことがあるんだ。操御球に着いたら君はまっすぐ強行の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で操御球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。12球最後の操御球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも
随一と言われるピスケスのアフロディーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあセイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なあに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、ちょっと通らせてもらうぜ。あばよ、ピスケスのゴールドセイント。セイヤの邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を、行くぞエグラッチェーン。少子な。あなたにはセイヤンが操御球を抜けるまで動かないでいてもらうよ。アンドロメダ、一つ教えてやろう。この操御球を抜けたからといって教皇のままでたどり着くことはできない。なんだって。あのペガサ、途中で生き返るだろう。バラの葬列に送られてレモンロロイヤル。アフロディーテ、レモンド、バラの葬列とは何だ。セイヤはどうなるんだ。友の末路を知らずに私に殺されるのか。教えてもらう。この先同行のままではデモンローズという猛毒のバラで埋め尽くされる。デモンロー、何だって。その花粉を吸い、トゲにかすっただけで五感を失い死に至る。レモンドー、ジェットと進まぬ道が。こうしちゃいられない。セイヤのところへ行かなければ。おっと、私の相手は君がするはずじゃなかった。レモンドー、アンドロメダ、どこに行こうというのだね。レモンドー、死にかけている友のところか。君がどこへ行こうとバラの空気からは逃げられない。ロイヤル、レモンロー、ロイヤル、アフロディーテ、レモンロー。どうしてあなたは僕の先生を。そういえばそんなことがあった。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。レモンロー、シュン、シュン、どうしたシュン。許しません。死ねるようにしてやったものを。なぜまた立ち上がる。君のような男がここまでの力を秘めていたとならば、そのアンドロメダのクロスを粉々にしてやろう。前へ、クロドラよ、ピラニアンロース。ロイヤル、レモンロース。 まさかクロスや跡形もなく消し取れた。それにネビラチェーンまで。一体あの黒バラは。ロイヤルデモンローズの赤いバラは時間を置いて死に至らしめる。この黒いバラは即座に、そう、黒バラの棘はいかなるものであろうと触れるもの全てを引き裂くのだ。さあ今度は軍事者だ。この黒バラによって粉々に消滅してる。クロスがなければもはや君は無力な赤子に過ぎない。さあ望み通り死を見舞ってやる。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたがセイヤを助けてくれるなら、
ハテナが先祖として心を改め、先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。赤いバラはゆっくりと効き目を表すロイヤルデモンローズ、黒バラは速攻性のピラニアンローズだが、その2つを受けてまだ丸あがきをするとは。タニアンドーズ、バカか。ロイヤルデモンローズに加え、ピラニアンローズまでその身に受けた。まさしく死を待つだけの男から、これほどまでの威圧感を受けるとは。しかも気流が渦巻いている。アフロディーテ、ここまで僕を追い詰めたのはあなたのせいだ。なんだと、アンドロメダに一体何が隠されているの。できれば僕は生身の剣を使いたくなかった。でもレモンロー、僕の命はあと数分で終わる。セイヤを助けられない今、先生の仇だけは取ってみせる。前を黒バラ。シュン、シュン、あなたには。その死にかけた体で何ができるというのだ。前を黒バラ。こんな攻撃では行けないよ。ネビュラチェーン。侮られては困る。死んでもらうぞ。今だ、アンドロメダ。今こそ受けろアフロディーテよ。このアンドロメダ旬の真の力を。ネビュラストリーム。ここまで強めたストリームを破り、さらに攻撃に出る気か。やめろ、闇リュータアフロディーテ。ストリームは僕が高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。さあ、正義を守るべきゴールドセイントなのに、なぜ前を黒バラ。シュン、シュン、あん、まだ死にきれるか。ブラッディー、ブラッディー、ブラッディー、ネビュラストリー。ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も。